張れ。それで私も東大し。意外と優先して見えないです。意外と見えないです。見ながら分かりました。お疲れ様です。面白かったよ。何やるとか言って。頑張るよ。お前の出すで頑張る。なんか来てないよ。確かに。確かに。電車の中走ってきた。あ、電車の中。意味ないですよね。疲れちゃった。どうした？どうした？振り時に進んだろう。移すんだよ。結果線にする。あくびを取っちゃダメ。あくびセンサーとかつけた。そう、あくびセンサー。あくびになったら止まるんですよ。自動的に。あくびだったらアップむしろアップ。誰のあくびだっつって。ここがアップなんかわからない。毎回クイズする。この口の周りのシワは気にする。そのままそっとなったやつ。あ、そう、それ。この唇のシワの感じは道。はい、だってさ、この辺のシワシワって人それぞれだよね。新聞で違う。口のこの唇のシワ指紋と一緒なんだよね。分かった。ピーってのも音だよ。あとはこういうやつも。あー、バツとかついてる。喋るなっていう。パーティーグッズとか売ってるとこだって売ってるのもね。丸バツのこう、あのクイズのこう答えとか。変なこと言ったらますますの喋っちゃった。それがもうあっちで会えますけど。でもね、見ちゃう。見ることない。何しに来たんだ。すごい、なんか放置プレイみたいなのもあるよね。ちょっとだけ秘密で子供たちのために全日本なんか教師の県民リペアショップビューティー無になりたいです。あら、もう一緒にしてって言われて。疲れた。そうそう、言われたことも不思議を持つ。3月になったら楽になるのかな。いいことですね。忙しいのに。クール代わりにさ、だいたい一人作業なんだよね。だからさ、7月だから6月なんですよ。ちょっと今回新学期とか5月から忙しいでしょ。で、7月始まっても1ヶ月からまだみんな慣れないからさ、ダメだね。全部始めてたから終わるまでに1ヶ月かかるからさ。で、次の8月がちょっと安心してたら次の日から次の訓練が始まるわけです。1ヶ月間だけあっという間に終わりそう。0570090。1年も早くなりますよ。去年はね、ゆっくりだったんだけど、今年はもう2年ぐらい過ぎちゃった感じがする。ちょっと玉手箱系がね。それがもしかしたら繰り返されて350かもしれない。そのスパン。クリスタルレインボークラブ、デリシャスなラジオクリスタル、表現する者たちの月明かりへようこそ。下町エレガント大使ピンク台風キリンがご案内いたします。ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、今夜も熱いハートは止まらない。2015年5月25日マンデーナイト21時オープン。ルーリーこと執事とクリスタル相談役、時々音楽兄さん、今夜もどんなドラマが展開するんでしょう。ワクワクも止まりませんね。キャプテン D、 ダイヤモンドミッチーナ、楽しすぎて忙しい。いい見て聞いて参加できるラジオだけど見逃せない、そんな番組がどこかにありましたか。楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられないライブのようなラジオです。2015年クリスタルは素敵拡大中、輝く人にはスポットライトを、まだまだ悩める子羊には甘いお菓子を差し上げましょうか。
さあ、お二人さんはスポットライトでいいですよね。はーい。そう来たか。飽きちゃったんだもん。そうですね。スポットライトでいいでしょ。ねえ。ぜひ。全然いいです。ムカつく。どうします？よろしくどうぞ。え、甘やかしの方がいい人。え、何を？ああ、いたいた。一人いましたよ。すごい。じゃあ、そっちの方を選びますね。スポットライトがいいでしょう。スポットライトがいいですね。ねえ、はい、キラキラっとね。はい。疲れてる？今日ね。なぜだか。なんか昼間あった感じがする。あれ？ついさっきね。本番中寝そうだから、誰起こしてくれてアシスタントさんに言ってましたよ。さっき。大丈夫大丈夫。バンド始まったら大丈夫。あ、そうそう、またね。やめてる？今日ね、この間レベル2で頑張ったけど、うん、今日まだ 1.8 ぐらいしかないけど。じゃあだからこれ元気になるし、いやいい、そう、うん、もう動画見て死にそうでしたから、ね、後でみんな楽しみねめっちゃなのてんてこまいぶりよてんてこまいっていうのはこういうことだって、こういうことだって、本当だよね、字幕が出てきそうだったもん、てんてこまい中あ、入れとけば入れないよ入れもか新しいこととかチャレンジは面白いね。面白いね。刺激だね、うん、本当に。うん、あ、こんなことができなかったってね。そう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 。おーって思いました。私ね、昔子供がちっちゃい時ピアノ習ってる時に、私も一曲仕上げたいって言ってやってね。うん、大人のピアノね。そうそう、一曲だけを仕上げるわけ。一からやらないで。まあ子供も習ってたからバイオリンもやったけど、うん、面白いよ。左手の薬指、うん、と小指。これは私の指ではありませんっていうぐらい動かないです。そうなんだよね。押さえたりとかできませんみたいな感じで、それが面白くてしょうがなかった。ピアノやったことない人ってそう言うよね。あとからね、子供の頃からやってれば動くけどさ、ここって力入んないんだよ。押さえろって言われたんですよ。できないことなんてまだまだいっぱいあるよね、きっと。知らないことよね。そんなことだらけでしょ。ねえ。チャレンジしようみたいな。だからそれをさ、できないって悩んでないでさ、面白くるしかないよね。やっちゃえって。できないって。出てこない。そうそうそう。恥知らず。いいんじゃないですか。はい。それでは始めましょうかね。どこから聞いても楽しめるクリスタル。It's Showtime。